上昇。第三ドック、ロック解除。フィールド出力、異常なし。
全システム異常なし。火星へのルート確認。重い金によるヒサゴプランの最適ルート確定。ターミナルコロニー、ことしろからタジから、ウズメを経由して火星へ。いやー、しかし使用可能なターミナルコロニーが残っていてよかったですね。ええ、以前の火星の後継者との戦闘でいくつかのターミナルコロニーは撃破されてしまいましたから。アマテラス、白姫、上土、それにサクヤ。ご承知のように太陽系内ボソンジャンプのネットワークとして設立されたのがヒサゴプランなわけですが、現状はご覧の通りです。何よりもメインターミナルコロニーのアマテラスが使用不能なのが痛い。ネットワークとしての機能は半減ですよ。もともとヒサゴプランは反ネルガル企業であるクリムゾングループ主導のもとに建設されましたからね。前回の火星の後継者クーデターに加担していたクリムゾングループはお役御免。ヒサゴプランも一時棚上げ。でも残っているものはもったいないから使うってば。まあそういうことです。連合宇宙軍駆逐艦サルビアより緊急連絡が入りました。駆逐艦サルビア。ゴートさん。元ナデシコクルーのゴート・ホーリーです。私と同じくネルガルの社員でして。敵の艦隊をキャッチした。ナデシコの応援を頼む。ハーリー君、サルビアの現在位置を確認。ちょっと待ってください。今確認します。そんなとこで何やってんです？説明は後だ。地球来てほしい。こちらにはあまり装備がないので戦闘になると厄介だ。通信回線切れました。16波反応なし。位置確認できません。次から次へと、なんだか忙しいですな。ほんと